感染者が急増する浜松市では、鈴木市長がクラスターの封じ込めと感染者が待機する宿泊施設の確保を急ぐ方針を改めて示しました。方法というのはもう一つしかないんで、まずは徹底的にですね、患者さんを洗い出して、その濃厚接触者を追っていくという、そして、感染が見つかったらですね、その方を隔離をしてですね、外部との接触を絶っていくと。浜松市の鈴木市長は、感染拡大を抑えるために、まずはクラスター関連の感染を封じ込め、次に接待を伴う飲食店の従業員に、PCR 検査を受けてもらう方針を示しました。また今回、大規模なクラスターが発生した原因については、感染対策が不十分だったことを挙げました。3密対策を徹底して行っていただいて、そういう店をですね、我々が認証していく制度も作ってまいりますけれども、そうしたことによりまして、市民の皆様にですね、選別をしていただければというふうに、そこで選択の基準にしていただければと。一方、感染者が待機する宿泊施設については、昨日川勝知事に設置を要請し、今日県とホテル関係者が具体的な協議に入っていることを明らかにしました。